皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今回は今来ているイベントのゲンガー、怪力巨大マックスのうちのゲンガー、ゲンガーの巨大マックスで欲しい性格、臆病の性格のゲンガーをゲットしたいなと思います。で、今出てるポケモンの巣が何個かあるので、とりあえず見に行ってゲンガーの巣穴にアタックしようと思います。で、全部消して1回もう1回出現させてから何回かやりたいなと思うんですけど、心が折れたら塊投げ入れて頑張ろうと思います。まずは本日1つ目、いるかな、あーいた、星5ゲンガー、行ってきましょう。ということで今日使うのはネクロズマ、月食ネクロズマにしてあるので、持ち技にもゴーストタイプの技が入ってます。これでゲンガー戦に行ってみようと思います。よろしくお願いします。4人になりました。臆病ゲンガーが一番嬉しいんだけどなっていうことで探しに行こうかなと思うんですけど、いるかな。5体ぐらいは今日やっておきたいですよね、もうすぐ終わっちゃうし。ってことで、ダイマックス枠はもらいます。他の方はゼラオラ、あとは無限ダイナで来てくれてます。ありがとうございます。何がいいかななんですけど、おすすめの性格、まあ皆さんなんかいろいろあると思うんですよ。一応ね、一番欲しいのは臆病で、こっちでもいいかなっていうのは決めてるんだけど、基本的に玄関特殊型にしたいから、あの物理の方側のいじっぱりとかはね、いるんだけど、いじっぱりゲンガーってなんかねっていう感じなので、探します。で、とりあえず倒していこうと思います。で、ゲンガーで初めて月食ネクロズマ連れてきてるんで、結構ね不安なんだけど、大丈夫かな。プラズマフィストだ。大フォロー。うん、だいぶ削れましたね。この調子で他にもゲンガー星5の巣穴があってくれればいいんですけど、まあ、なかったらあの消して探すか、投げ入れするかしようと思います。で、誰かしらが当たればいけるから大丈夫な気がする。バリアさえ割れればだもんね。ありがとうございます。よし、ゲットチャンス。じゃ投げましょう。ダークボールにしようかな。ダークにしてみます。お願いします。お、来るかもしれん。あ、ソードは？ソード出ちゃった。はい、シールドはゲットできました。最後に全部確認しようと思います。お、星3だけどいました。行ってきます。2回目星3だけど、ゲンガー、とりあえず倒してこようと思います。ゲットチャンス。さっきダークボールでうまくいったんで、今度ハイパーボールにしときます。入るかな。
なんかね、ソードが調子悪いです。他のサーナー今消してきたんですけど、マジで痛い。あ、どっちも出ちゃった。うわー、逃してる、悲しい。でも多分これで今日の巣穴全部終わってると思うから。あ、出ましたね。まあ、また出た巣穴を全部チェックしに行きます。もしかしたらいるかもしれないから行ってこよう。なんかウォーグル多いんだけど。なんでだろう。こっちから回ろっか。なんかね、最近あの飛行タイプがすごく多いんですよね、私のところに出てくる巣穴。なんでだろう、よくわからないのだけど。うん、よくいるんだよね、飛ぶ系。あとあの地面、岩がすごく多いです。2パターンになってきてることがあるんだな。あ、星子いた、行ってきます。3回目。いや、星子は今日2回目ですね。できればゲットしたいので頑張って来ようと思います。とりあえず正確だよね、なんとかならないかな。期間がもうすぐ終わっちゃうから、それまでに頑張って、とりあえず先にゲットしてからじゃないと確認できないからやっていこうと思います。よし、捕まえます。ダークボールだったよね、さっき捕まえられたの。なんでダークにします、怖いや。もうちょっと買ってくればよかったの、2個しかない。かなあ、ソードは逃げました。早い。シールドは回ってくれ。あ、よかった。星52体目。いや、待って、今日ダークボールの日かもしれないから、あともう一回投げたら買いに行かなきゃいけない。もうちょっと買ってくればよかった。はい。残りの巣穴も見に行ってきます。星さんだけどいた、行ってきます。捕まえましょう。残り1個のダークボールを投げます。いけるかな。入ってほしいね。お、来るかもしれない。ちょっとダークボールが最強なんですけど。とりあえず買いに行こうと思います。シード、シードじゃないや、種、シールドは入るのに。いや、マジでソードが入んない、悲しい。なかった。もうあれですね。塊投げましょう。で、レアスが気になるんでちょっと見て。塊を買って投げようと思います。マジか。いなかった。今日のレアス。バルジーナだね。やめとこう。じゃあ、私塊を買ってこようと思います。よし、今買いました。とりあえず今捕まえてあるゲンガー見てみようと思います。もう いるのに投げても意味ないもんね。お、 5V だ、性格違う。あれ、身長か 4V、素早さ高い、攻撃低い。お、来た、もしかして来た。臆病、
臆病きた。 4V だけど臆病きたよ。はい、ということで無事に、まあ、星3の図穴からのゲンガーだったので 4V ではあるんですけど臆病ゲンガーゲットできました。できればね 5V 以上でも欲しかったなと思うんですが、これでもう期間も少ないので一旦終了しようと思います。で、期間終わるまでにまたゲットできたら臆病な子欲しいなっていうのはあるんですけど、しょうがないと思うのでこれで終わっていこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!